今日いい講座だったなって言ったらそれが基準になるんですよ。で次の講座がはここじゃもうダメなんですよ。90点なんでね、100ではない。そうだから常にこう自分がいいなと思っていることは上がり続けるだけなんです。なんで僕ね落語家ってねふざけた人が多いんで、なんでこうやってふざけてる人が多いのかなと思ったら、本当に真面目な人は辛くなっちゃうんですよ。ちょっとまあ、 自分の中でまあいいやっていう気持ちを持てる人じゃないと辛くなっちゃうんですよね。これは北斎が90歳で亡くなる3ヶ月前に描いた肉筆画です。富士山よりも高く天に昇る一匹の竜、今よりもっと上手くなる。おい、何やってんだ。この竜は死の間際の北斎がそう信じていた証なのかもしれません。さあ、それでは続いての新発見ですが、これは坂本龍馬とエンジンニュース。あんま、そうですよね、楽しみにしたいんですよね、私ね。おい、じゃあいつも飲んでんだ。おい、こら。いざ大河ドラマ女城主直虎、まいったの。柴咲コウさん演じる森か直虎が動乱の世に不安に立ち向かう物語です。ほとんど喋らないある登場人物が今話題になっています。井伊家の前に立ちはだかる鶴間の大主今川義元、演じるのは今日のゲスト。あら、またやってんだ。おい、いつもやってんだ。うん、初登場のこの場面ではなんと終わりだな、終わりな。